足のタコや硬い角質をケアする角質クリアをご紹介します。商品本体とキャップ、ノーマルヤスリとスリムヤスリ、ヤスリカバーと掃除ブラシが入っています。別売りのアルカリ乾電池、炭酸2本を使います。使い方はまずノーマルヤスリをつけて、カバーもつけます。スイッチを入れるとヤスリが高速回転します。では試しにこのスルメを削ってみます。どんどん削れます。スルメは足のタコと同じくらいの硬さらしいですよ。イカなのにタコなんですね。こんなに硬い木材だって削れちゃいます。カバーがついているので削りカスの飛び散りを抑えてくれて便利です。足の裏など広いところにはノーマルヤスリを使います。かかとはこんな感じで動かします。足の裏のここはこんな感じで動かします。電動なのであっという間にケアできますよ。足の横はこんな感じで動かします。しまうと柔らかい皮膚を傷つけてしまうかもしれないので、縦には動かさないでくださいね。スリムヤスリはヒールダコや足の指など細かなところを削るのに便利です。こんなに綺麗になりました。削った後は保湿剤などで乾燥を防いでくださいね。角質クリアで素肌美人を目指しましょう。